諫早のメガネ橋メガネ橋とは、長崎県諫早市高城町の諫早公園内の池に架か,かる石像二輪ガーチ橋である。石橋としては日本で初めて国の重要文化財に指定された。橋の長さは49.25メートル、高さ7メートル、幅5.5メートル、架橋に用いられた石の数は約2800個で、 大型の橋であったため霧石の組み方に苦心が払われた。総工費は約3,500貫分。1839年、現在地から約500メートル離れた本名側にかけられた。世話人たちは水害でも流されない頑丈な橋を目指し、長崎のメガネ橋を参考にかけたと言われている。芥川賞を受賞した作家、野呂国信は、 諫早勝負日記で洪水に弱い諫早のことを書いているが、メガネ橋は世話人たちの願い通りの出来で、以後一度も流されることはなかった。1957年に起きた諫早大水害では、死者、行方不明者580人以上の犠牲者が出た。メガネ橋は、欄干の一部が損傷しただけだったが、メガネ橋がせき止めた流木や瓦礫が、水の流れを変え、 被害を拡大したとの指摘がなされた。水害後の復興策では、川幅拡張工事に合わせ爆破解体する案も浮上したが、当時の野村義平市長らが、町のシンボルかつ文化財として保存することを強調。様々な働きかけで1958年、日本の石橋として初めて国の重要文化財に指定された。このため、 1959年から1960年にかけて伊佐早公園への移設工事が行われ、今日も美しい姿を水面に映している。移設工事時に石膏たちが参考資料として作った1、5モデルが埼玉県所沢市のユネスコ村に移された。このミニメガネ橋は目の前の高城公園に移設された。ありがとうございます。